待ち回りというものです。生体それぞれの
このつけ太鼓を持ちまして町回りをしているということなんです。この後夜8時半からおこし太鼓が行われます。そのいわゆる本番おこし太鼓の前に自分たちのそのエリアのお家、関係者の方やご家族やそういったお家を回りまして、このようにですね、家の前でトンボというこういった技を繰り広げまして、この縁起のいいこういった、はい、パフォーマンスを各家庭の前で行っているというわけです。ごめんなさい、電波が、はい、そうなんです。なのでですね、この後8時半からのおこし太鼓、大体その40分くらい前にはですね、祭り広場に向かうということですので、本当に今日のお昼頃はですね、非常に暑くて24度を超えておりましたけれど、今は私ジャケットを着てもちょうどいいぐらい、むしろ少し寒いくらいかなといった飛騨の気温になっておりますが、皆さんは裸男、上半身裸で、むしろこの熱気無限の状況で、この自分たちのこの街エリアを大きな声と大きな太鼓とともにですね、練り歩いているという状況。おこし太鼓は夜8時半から4年ぶりに街を握る気ます。